府中アタゴ山古墳は、茨城県石岡市北根本にある古墳。形状は、前方公園墳。船塚山古墳群を構成する古墳の一つ。茨城県指定史跡に指定されている。茨城県中部、小伊勢川流域の大地上に築造された古墳である。南西約300メートルには船塚山古墳があり、霞ヶ浦との位置関係から、アタゴ山古墳は、出船、 船塚山古墳は入船と通称される。あた山古墳については1897年に発掘調査が実施されているほか、1979年に就航確認の発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を南東方に向ける。墳丘周囲には集合が巡らされている。明治の調査の際には、 無門素焼きの壺7個が発見されたというほか、噴球から、継承埴庭が出土したというが、詳細は不明。築造年代は、古墳時代後期の6世紀初頭頃と推定される。古墳域は1971年に、茨城県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。噴系の築造規格は、本田五秒三古墳との類似が指摘される。 紛糾周囲に巡らされた集合の幅は、公園部側で約16メートル、前方部側で約24メートルを測る。ありがとうございます。